航空自衛隊に KC-46A ペガサス空中空輸機が2機追加発注されたとの情報をキャッチしました。今回は、この KC-46A 空中空輸機の問題点と優位性を詳しく見ていきますね。F-35 戦闘機への給油も、可能なペガサス、6機体制で、最短で24年にも納入される。早い。2022年現在の日本の航空自衛隊では、共に、アメリカの航空関連企業大手のボーイング社の中型旅客機767をベースとした KC-767 と KC-46A という2種類の空中給油機を調達し、保有と運用を行っている状態である。航空自衛隊が空中給油機の調達を行ったのは、KC-767 が初の取り組みであり、同機が本国アメリカ以外で採用されたのも日本が初だったが、2001年末に決定、2003年に商社の伊藤忠商事を介しての契約が取り交わされた。この航空自衛隊における KC-767 の調達は、2001年度から2004年度にかけての中期防衛力整備計画に盛り込まれ、2008年1月から2010年1月にかけて、4機の機体の納入を受け、愛知県の小牧基地に全4機が配備された。航空自衛隊が採用した KC-767 は、フライングブーム方式の給油方法となっており、これに対応する機体は F-15J イーグルや F-2 といった戦闘機、そして早期警戒管制機の E-767 などが、主たる空中給油の対象機となっている。KC-767 の主任務は、無論空中給油ではあるが、航空自衛隊が装備する機体の中で、同機は、最大32トンの物資を積載、9260km ほどを飛行可能であるため、その能力を活かし、昨今は、ウクライナへの物資輸送にも用いられた。航空自衛隊小牧基地では、これら4機の KC-767 を運用する部隊として、第404飛行隊として、新規に編成したが、組織全体で保有する航空機数を鑑みれば、あと10機以上は、物理的に必須との認識が出されていた状況だった。しかし、1機あたりおよそ223億円にも相当する、KC-767 のコストから、追加での調達は予算上からも厳しく、既存の4機の運用実績を考慮して、その後の対応については判断するとされ、結果、それ以上の導入には至らなかった。その代わりに、2015年10月には、KC-767 と同じく、ボーイング社の中型旅客機、767をベースとした新型の機体、KC-46A を新たに調達する方針が決定され、翌2016年度予算では、まず、1機分およそ231億円の予算から、3機の取得が割り当てられた。KC-46A は、2018年末に定められた、新たな中期防衛力整備計画に則って、2020年度分の予算で、3機を調達することが、追加で決定され、これにより、合計6機の調達数が確定し、それらすべてが、鳥取県の美保基地に置かれる第405飛行隊への配備とされた。この KC-46A では、かつての日本仕様の KC-767 では未対応であったブローブ&ドローグ方式での給油方式が可能となったため、UH-60J ヘリア F-35 ライトニング 2B 型、また、陸上自衛隊の保有する MV-22B オスプレイへも対処することとなった。ここまでの計画が、すべて順調に進んだ場合には、航空自衛隊が保有する空中給油機は、KC-767 が4機、KC-46A が6機で、合計数では10機となり、2007年まで歯保有すらしていなかった、その分野の能力を大きく高めることになる。ことに、
中国の軍事的な圧力の増加にさらされている南西諸島方面の防衛においては、自衛隊機が使用可能な陸上の滑走路が沖縄本島の那覇基地等に限定されていることもあり、これら空中給油機が及ぼす効果は大きいだろう。航空自衛隊用に製造された最初の KC-46A は、2021年8月に製造元のボーイング社によって当該機から捕獲機への空中給油を行う試験、並びにその逆で当該機への空中給油を受ける試験が行われ、問題なく終了を迎えた。そして2021年10月にこの最初の航空自衛隊用の KC-46A は無事に鳥取県の美保基地に納入され、翌2022年2月には2機目の機体も同様に納入が行われ、到着からおよそ18ヶ月を費やして航空自衛隊の運用に即した各種の試験が実施されている。この11月29日にはボーイング社は航空自衛隊用の KC-46A について追加で2機の正式な発注を受けたと公表したが、これらは5機目と6機目にあたり、すでに3機目と4機目は製造が進められている状態にある。現在のスケジュールに沿ったこれらの機体の納入の予定は、3機目、4機目の2機が2023年度内、4機目、5機目が翌2024年度内に、ボーイング社からの引き渡しを受ける形で進められており、計画通りの進捗といえる。これら KC-46A の6機のすべてが配備先となる鳥取県の美保基地では、並行して受け入れる設備の拡張を実施しており、燃料の貯蔵施設や整備を行う格納庫、そして駐機スペース等々の諸々の必要設備の準備に追われている。KC-46A の運用は、操縦士、副操縦士、空中給油要員の3名で行い、全長が 50.5 メートル、全高が 15.9 メートル、翼幅が 48.1 メートルの機体で、人員なら最大で114名、貨物なら積載量 29.5 トン、給油用燃料はおよそ96トンを搭載可能である。その上で、KC-46A は最大速度でマッハ 0.86、 巡航速度でマッハ 0.80、 航続距離で 12,200km を誇り、地上における旋回半径は 39m と標準の 45m 規模の滑走路なら楽に向きを変えられる取り回しの良さを備えている。しかし、こうした使用特徴をスペック上では備えている KC-46A ではあるが、2019年にアメリカ空軍に引き渡しが行われた後も、実に数多くのトラブルが発生しており、その根本的な解消には未だ時間を要するとめされている。アメリカ空軍の KC-46A で確認されたトラブルは、搭載する燃料の漏接、給油時に遠隔でそれを確認する装置 RVS リモートビジョンシステム、飛行時の制御装置 FMS フライトマネジメントシステムなど多岐に及んでいる。こうした中でも KC-46A が他のライバル機種との優位性を示すはずだった RVS リモートビジョンシステムのトラブルは深刻で、フライングブーム自体が空中給油を行う機体側に損傷を与える事象が生じていた。これは F-35 ライトニング2等の高度なステルス性を備えた機体に対しては、その特徴を喪失させる可能性があるとして、運用中止の判断が下されており、早くとも2023年度に予定される改修でしか改善されない見込みとされていた。この2023年度以後の RVS、リモートビジョンシステムの改修が目論見通りに改善されるのか否かについては、すでに遅延が予期されており、この問題は
航空自衛隊の KC-46A についても同様だと思われるが、公式な見解は出されていない。まあ、2022年度末での航空自衛隊への F-35 ライトニング2の導入数は、A 型が27機であるため、数の上では、F-15J イーグルや F-2 戦闘機が主力であることは、不幸中の幸いではあるが、今後の KC-46A の改修の続報には留意する必要があるだろう。ただし、すでに2022年10月の時点で、RVS、リモートビジョンシステムの改修は、2023年度から2025年の10月まで、およそ1年半以上も遅延すると、ボーイング社は述べており、かなり雲行きが怪しくなった感は拭えない。ボーイング社は、アメリカ空軍との KC-46A の開発に関しては、49億ドルという、固定金額での契約を締結しており、もろもろのトラブルの解消に必要な費用は、自社で負担するしかなく、累計では、68億ドルもの赤字を出していると言われている。今後の動向以下では、ボーイング社の業績は、KC-46A 化引き起こしたトラブルによって、さらに悪化する可能性も、非常に高まっており、さらには、この状態が続けば、アメリカ空軍は、別の空中給油機を調達に動く、可能性すら浮上するだろう。その場合の、最有力な空中給油機の候補には、F-35 ライトニング2を要する、ロッキード・マーチン社の LMXT であるとの見方が強まっており、ますます、アメリカ軍内における同社のシェアは拡大する傾向にあるようだ。